水戸城大手門開門。絵図や写真などの歴史的資料や6階による発掘調査の結果をもとに、どうぞ皆様どうぞ大きな拍手をお送りください。まあ、やっと完成をしたということで本当に感慨深いものを感じています。これからですね、やはり観光振興であるとか、あるいは教育であるとか、そういった街づくり、人づくりにこの大手門をどのように生かしていくかということ、市民と一緒に知恵を出し合って有効活用していきたいというふうに思っています。